今年1年の無火災を願う高浜消防団と若狭消防署高浜分署の消防出初め式が6日行われました。役場前で行われたこの日の消防出初め式には高浜消防団の団員や若狭消防署高浜分署の署員など合わせておよそ200人が参加しました。はじめにサイレンの合図で一斉放水が行われ、団員たちは冬空にきれいな水のアーチを描いていました。続いて若狭消防組合副管理者の野瀬町長らが団員を観閲しました。この後団員たちは本町通りから文化会館までのおよそ2キロを行進し、今年1年の無火災を呼びかけました。